川竜は、五七語の音を持つ日本語の定型詞である。徘徊、すなわち、徘徊レンガから派生した、近代文芸である。俳句と同じ五七語の音数率を持つが、俳句が、北句から独立したのに対し、川竜は、レンガの付け句の規則を、逆に下の句に対して行う、前句付けが独立したものである。俳句に見られる季語や切れの約束がなく、 現在では、交互が主体であり、字余りや句またがりの波長、自由率や、ダジャレも見られるなど、規律にとらわれない言葉遊びの要素も、少なくない。かつての徘徊では雑敗に含めて呼ばれたことがある。江戸中期の徘徊のマイク不転者だった、辛いイ流が選んだ句の中から、クレ・リョケン・カウが選出した、ハイフー・ヤナギダルが刊行されて、人気を博し、これ以降、 川竜という名前が定着した。この頃は、うがち、おかしみ、か、るみという三要素を主な特徴とし、人情の機微や心の動きを書いた句が多かった。初代川竜は、先句を、後番中晩、末晩の三分野に分け、世帯人情を軽妙にうがち風する詩風を樹立した。性的な内容の笑い句、縁句は、 バレクとも呼ばれ、安永5年にはそれらを集めた、ハイフーマツテキカが刊行され版を重ねた。辛い川柳が没すると、その子孫が宗家として、代々の名跡川柳を名乗るようになった。ハイフー柳樽は刊行され続けたが、マイク付けの工業を経て、柳樽へ先駆される二重の先行システムが失われ、次第に区会としての形式を強め、 戦者もベテラン作者が任意に行うようになり、柳樽も区会の発表誌の性格を帯びるものになっていった。一時は、完成の改革に伴う検閲により、政治批判、博打公職など風紀を乱すとされた区が、配布柳樽から削除されるなどしたが、四世川流が川流を配布教区と命した文化分政期になると、 江戸町人文化を背景に一段と盛んとなった。配風やなぎだるダルには、九州、平戸六万三千国の大名、松浦聖山や葛飾北斎、土土一の創始者、土土一坊戦家偽紫田舎源氏の作者、竜亭種彦など、当時一流の文化人が、全文や表者として名を連ね教区とはいえ風雅な文芸性を備えていた。しかし、 天保年間に入ると、天保の改革の風俗取り締まりが厳しく、公職を兼務していた四世千竜は、やがて職務の触りになるとして千竜号を廃せられ、筑田島の魚丼や生草祭い筑田に五世千竜を、上位。五世千竜は、教区の存続のため、柳風式法や、九安十体という教区会の規範を作り、内容も、ただたか、人法音などの教教家を、 ともとするものに変えたしかし、五世の意に反し、それまでの教区の持つ自由な表現はこの規範が、枷となり、内容的には没落し、表面的な言葉遊びに陥ってしまった。配風柳樽は幕末まで刊行され続け、延べ167編を数えた。この時代までの川柳を古川柳と呼ぶことがある。明治30年、新聞、日本に入社した。 坂井倉木が旧破家人十四屋の持参加十種首を連載し始めた。この記事に反発した正岡式は、それまで傾倒していた俳句から、同じ日本紙面上に歌読みにあたうる書で短歌に軸足を移して写生堂を目指した過論を展開するに至り、今度はこれに触発されて川柳にも改革の意識が高まり始める。坂井が、 戦留団の戦者を務め始めた、明治36年には、日本に、井上健嘩坊が入社して、共に戦者となり、井上はさらに、日本紙面に、信頼柳だる乱を与え、国民新聞、読売新聞でも、戦留戦者を務め、新興戦留の普及に尽力した。これらはそれまでの五聖戦留から続く客観的な、視点作風の柳風教区に変わる。 信仰川柳であった。川柳作家の内面や、プロレタリア思想、純史的作風など多彩となった。井上は、明治38年に、柳田ルジ派を結成して、対正川柳を創刊したが、掲載された句が、治安維持法違反とされて、廃刊に追い込まれるなどした。戦中戦後にかけて登場した、川上三太郎、川柳研究、村田修魚、川柳木あ 前田若郎の、千、竜、岸本水夫、番傘、麻生二郎、川柳雑誌、杉本文太、フワウスト、の六社を、川柳の多角化に貢献したものとして、後に、川柳六大化と呼ばれる。この頃には、女流作家が多く登壇し、常年表現も現れた。さらに後にも多くの作家が生まれ、川柳家として認知されている。俳句が工具を取り入れ、 川柳の主的表現を求める者が文語に近づくなど、表現の表面上では、俳句と川柳の差がほとんどなくなってきたという部分も、ある。現在、川柳界は、一般社団法人全日本川柳協会のもと、大会、区会を中心とする娯楽的世界に変貌しつつある。新興川柳が獲得してきた、本来の作者表現を表出する。 戦竜作品はごく一部の戦竜士が追求しているのみで、明治流風教区期の区会史上主義と似てきたことは皮肉なことである。しかし一方で、サラリーマン戦竜からブームとなった一般公募による戦竜は、投稿者も若年世代から老人まで幅広く、一流の戦竜家を戦者とした公募戦竜作品では単なる 語呂合わせ川柳と呼ばれる域を超えて新しい表現分野になりつつある。これらは作者の個人名とは離れたペンネームをはじめとする無名性の高い作風であり、この点は初代川柳期の無名性の川柳と似たものがある。この背景にあるのは大衆の教官が作品評価のベースになっていることであり、坂井倉樹が明治中高期に定義づけた 川柳は、横の歌への回帰とも言える。季語や切れは、一般的な約束であり、これらを用いない作家もいる。世界大百科辞典川柳大バ戦スエツム花ことバんく昭和女子大学、近代文学研究総書37巻、P231 から232。ありがとうございます。